お願いします。これください。これもらおうかっていうの。はい、芦田さんは店員役で、はい、お願いします。よろしくお願いします。今回はちょっと緊張したね。俺はあんまりね、舞台とかテレビとかそういうもので緊張することはまずなかったんだけど、相手のマナちゃんだから変なことして嫌われるのも嫌だなとか。よーい、スタート。いらっしゃいませ。もっといらっしゃいませ。やる気な感じ。やる気な感じ。厳しい方っていうイメージがやっぱりあったんですけど、今日すごく笑顔で優しく接してくださって。スマホにしようか迷ってんだけど。でしたら簡単スマホは60歳以上、国内通話無料です。簡単スマホは60歳以上、国内通話無料です。ちょっとだけ左上です。はい、そうです。大したもんだね。すごく見えます。昨日も言われたんだ。本当ですか。うん、素晴らしいです。いや、何言ってんのか。60歳以上って言って、俺69なんだけどって言ったら見えないって言われる。ちょっと嬉しくなったね。うん、素顔になっちゃったというか、とても嬉しかったね。やっちゃうな。昨日も30代じゃないですかって言われたんだ。見えます。あ、見える。あ、わお、わお。はい、かった。ちょっとデレッとしてる感じの。デレッとしてる。デレッとしてる。だって書いてあるじゃん。誰だよ、この台本書いたの。ここです。じゃあ書いてあるじゃん。デレッとって。俺は忠実に演じたよ。スタート。どう。お似合いです。あ、嬉しい。はい、かった。せーの。簡単スマホ入ります。あ、簡単スマホ入ります。あ、そうそう、いいですね。はい、せーの。簡単スマホ入ります。本番、よーい、せーの。簡単スマホ入ります。よかった。はい、説明をしっかりしてくれて、一番の私がね、あ、すごいなと思ったのは、60歳以上は国内通話が0円。ここに魅力がありますね。素晴らしい。以上で上田さん、芦田さん、本日の撮影すべて終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。スマホにしようか迷ってんだけど。でしたら簡単スマホは60歳以上、国内通話無料です。え、俺70だけど。嘘でしょ、見えない。本当だって。若い。よく30代って言われるのよ。見えます。これもらおうか。簡単スマホ入ります。喜んで。60歳以上、国内通話無料、簡単スマホ2新登場。俺いいな。素敵です。簡単です。来店の際はご予約を。